千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は歯茎が腫れて膿が出るときは根管治療が良い理由という質問にお答えいたしたいと思います。この質問ですがかなり、漠然としておりますので原曲してお話したいと思います。歯茎を腫らす原因として考えられるのが根管治療の必要な根っこの治療と歯周病が進んでしまった、歯周病、その根管治療と歯周病がつながってしまったペリオエンドといってとつながってしまって根っこの中からいくらばい菌を中をきれいにしても外から歯茎のポケットを伝わってばい菌が回ってくる場合があります。また歯周病から根っこの先に、ね、歯周病から根っこの先を伝わって細菌が入ってきて膿の袋を作ってしまったり病気を作ってしまったりする場合があります。その場合はもう神経自体が感染してしまっているので、例えば虫歯がなくても穴が開いてなくてもと以前に治療したことがなくても綺麗な歯だったとしても中の神経は感染しておりますので、しっかりと根っこの中の治療をして中の治療と外からの治療2箇所からのアプローチで治していきます。ただ難治症例と呼ばれていて期間回数もかなりかかると思いますので、そうなる前にしっかりと歯周病の予防、歯周病の治療と虫歯の治療を行うことをお勧めいたします。詳しいご質問ご相談はお待ちしておりますので、いつでも連絡ください。お待ちしております。